マイケル・ジャクソンの、うん、そっくりさん、うん、みたいなのが、うん、結構話題になってたんよ。へでも見た目もめっちゃ若、うん、あのマイケル・ジャクソンそっくりで、うん、でもうダンスもめちゃめちゃ上手で、うん、みたいな、うん、まあでもモノマネとか、うん、でもそんな人俺やから、うん、でその人がもうその人の体でライブしたり、うん、コンサートしたりするんよ。どっちの体で？だから美空ひばりのモノマネする人がもう美空ひばりになって、でファンも今当然美空ひばりのライブは見られへんから来んねん。はい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 。で、もう格好再現ライブみたいな感じや。そう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 。でマイケル・ジャクソンもそうなんよ、うんうんうん、そんなんで結構やってるらしいんですよ、はい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 、ライブを、うん、分からんでもないわ。もうマイケルが好きな人のが世界中におってさ、ほんまそっくりやから、うん、俺も映像見たけど、うんうん、もうマイケルやもんだって、うんうんうん、で何やろ、何やったら往年のマイケルとかどんどん動きのキレは悪なってるけど、うん、若いから全盛期のマイケルのライブがもう絶対見れないと思ってた全盛期のマイケルのライブが見れるわけよ。美空ひばりも一緒やわ。もう美空ひばりが好きで好きだわ。うちのおかんとかも結構好きやったけど、でまあ俺も結構美空ひばり好きなんや。ライブなんか何やったら行きたいしけど、当然まあ見られへんから、マイケルにしても美空ひばりにしても、をあのよくあるさ、例えばフィッシュマンズの佐藤さんがおれへんから、うん、もしくはクイーンのボーカルだけ他の人入ってとか、と、これまた趣が全然ちゃうやんか、もう本人を模してやっている。そうやな。ね、でフィッシュマンズがおれへんから、なんかバンドが集まってやるみたいなのは、ちょっとしたクリエイティビティもそこにまた別の出てくるし、でも、これはもうモノマネを、でも、そのマイケルにしても美空ひばりにしても、それでファンはめっちゃ喜んでるってなると、ってなるやん。おそれはそれでええんやって。じゃあ、うん、じゃあマイケル・ジャクソンって何？美空ひばりの本人であることって何？って。おなるほど。似てたら似てるでいいんや、似てれば似てるっていうことがもう価値なんやと。そしたらもうずっとそれで新しいマイケル・ジャクソンどんどん出てきた。で、むしろマイケル・ジャクソンが生きてたとしてもやな、うんうん、お前ちょっと、俺もちょっと体動けへんから、うん、お前ちょっとやってくれ、みたいな。うんうんうん、ありえるな、うん。それでファンはめっちゃ喜ぶんやっていう、うん、うわーって思うわけよ。うんうんうん、今度、チャゲ&アスカ、もうアスカ多分ライブなんかできへんやろうけど、うん、チャゲアスのファンなんかめっちゃおるやんか。うん、そしたらチャゲはおる。で、うん、そこになんか別のミュージシャン持ってくとかじゃなくて、うん、アスカそっくり。見た目もそっくり、うん、声もそっくり。うんうん、しかも、全盛期のアスカ。アスカを持ってきてライブをファンは、じゃあしてほしいんや。あ、う、ー、ん、まあ、生きてる人と、死んでる人はまた別。ちょっと、俺それでもマイケル・ジャクソンの記事を見て、なんかちょっと複雑になって、あ、それ似てる人にライブやってもらってめっちゃ嬉しいんやと。本人であることみたいなことに価値ってもうない。似てたら、いやそれさ、俺が昔なんかな、ちょうどほんまケンタがめっちゃなんか言うとったよ、うん、全然関係ないねんけど、あの、うん、日本にモノっていうバンドあるやんか、ポストロックの、うんうんうん、めっちゃ昔でなんかそれの話しとって、うんうん、あのバンドモグアイにクリソツなんよ、うんうん、もうモグアイなんよ、うんうんうん、けどモグアイ見られへん人がものやったら日本やから見に行けるやんか、比較的、うんうん、だそういう意味では別にそれでそういう価値はあるよねみたいなことを言うてた記憶があるね、うん、俺健太と、うんうん、でもなんかそれはものからしたら不本意やん、うん、そういう表って、うん、そういう風に言われたら完全に不本意やけど、うん、マイケル・ジャクソンのそっくりさんはむしろそこ狙ってるわけやんか、うんうんうん、えーってなれへん、なんか なんやろうな、そのクリエイティビティというかさ、うん、創作することみたいなことじゃない価値やもんな。だからふわふわするんじゃないの。そうやな、アーティストじゃないんやな、うん、だからもうその人たちは、うん、だからそのマイケル・ジャクソンが死んでも、うん、マイケル・ジャクソンの曲を未だに聴きたいみたいな、こう生で、うん、みたいなのを DVD とかでもなく、だ DVD 見たらやっぱふわーってなるやん、うんうん、そういう人がかっこええなーってかっこええなーと思ったら、うん、生でそれの臨場感を味わえる、うんだバンドとかやと難しいんじゃない？だからチャゲヤスとかでもさ、チャゲおっさんのままやのにアスカめっちゃ若くてさ、いやいや言われたらなんかめっちゃ違和感あるやん、かえって似てるからクリソツなわけやからな、昔のアスカに。いやいや、なんでこいつ立ってんのにこっちめっちゃおっさんやねんと、こっちも若せえやんみたいな。だからそしたらむしろ若いチャゲ連れてこいよあ、そうか、うん、そうやな、違う歌詞になって、うん、ゼッペリンが1日再結成した時も、うん、ドラムだけで当然ね息子さんがやっとったんよ、うん、ジェイソン・ボーナムっていう、うん、
それも違う価値やし、うんうん、で、それは息子はお父さんのコピーをしてるわけじゃなかったから、うん、ほんで、またそれは、うん。で、クイーンのボーカルにもなんか誰か、なんかポール・ロジャースかなんかが、ようわからんけど入ってライブやったりとかするやん、なんかそういうのって。うん、また別やんか。似せようとしてないし、うん、そもそも。うん、そうやな。でも、マイケルとか、その、美空ひばりとかはな、なんか、うわ、それに、ファンが、なんかもう、何万人集まるとか、言われた瞬間、俺なんかもう、なんか、複雑な気持ちになんねん。それって、天国の美空ひばりへの冒涜な感もあるし、冒涜というか、なんか、それやって美空ひばりは嬉しいんかな、とかも思うし。あの、MJ はでもな、もうちょっと、いや、まあ、わからんけど、別格やから、やっぱ、キングオブポップやから、もう。100年に一人しか出てけえへん存在やからね。もう MJ は、で、まあそれで言うと確かに美空ひばりも日本で言ったらそれに近い存在やからね。まあしかも MJ なんかほぼほぼ作り物やからね。まあ、あそうやな。だって偽物虚構やもんな。そう、老人形出てきても、どうせ虚構なんやから、虚構の形が違うんだっていう。だあの死んだあの MJ でさえ二人目の MJ なんだと。だ次サードジェン MJ が出てきても、あんまり問題はないんだっていう考え方。そうね、これ大丈夫かこれ一個そのオリジナルとそのセカンドかサードか分からないけどその偽 MJ の違いは多分その MJ が着てたグッズとかは値段はつかへんよね多分ね。あ、もちろんそれは、うん、つくわからへんで、それすら全然関係ない、うん、なんやろ、ウィリアム・ベルさん、うんうん、かっこサード MJ があのライブで使ってた帽子みたいな、うん、もうですら価値はつくかもしれない。あの 100% 再現ライブの時の帽子やって。うん、ライブなんか何万人とか来んねんて。で、YouTube 再生が何百万とか。そうなんや。いや、もうすごいんやから。いや、ほんまの MJ のファンはそれぞれってもう嬉しいんかなってめっちゃ思うんやけどな。どうなんやろうな。いや、だからな、何度も言うように、例えば今の京志郎が死にはって、今の京志郎の命日に、チャリティーライブとか、トリビュートライブとか、そうそう、あの、トータス松本が出てきて、一人ずつ、今の京志郎の曲を自分の声で、自分のアレンジでやる、は、全然わかんねん。それこそ、石の卓球が出てきて、今の京志郎の曲をテクノでやるとかね。なんか、トータス松本がちょっとソウルっぽくやるとかはね、わかるで。それはやったらいいわ、全然。で、今の京志郎ファンも、京志郎は見られへんけど、京志郎を志した、愛したミュージシャンたちがこうやって、まあ、また集ってっていうのは嬉しいと思うねんけど、まあ、似ることだけが価値やからね、マイケルの本人が。全然ちゃうやん、それ。そのトリビュートライブの最後に、うん、清志郎そっくり。そっくりで、歌い方とかもう全部一緒。見た目も全く一緒と。ようわからんと、なんやったら、うん、っていう人が出てきて、うん、歌ったら、うわーって。涙出てくるみたいな感じ。もう一回見れた、みたいな。そうかな、じゃあちょっとわからんわ。いや、もうこれ次難しい。いや、これなんか結構なんかすごい難しいと思うんだけど、もう一個難しいのは、その MJ、うん、やっぱ、あらゆるミュージシャンはさ、うん、カバー、コピーからさ、オリジナリティを追求していくやん。うん、だんだんオリジナルになっていくやん。うんうん、そうだね。MJ を、うん、世界で一番完コピーした人が、その後、オリジナリティが芽生えてしまった時に、新曲、これは MJ の曲なのかっていう。ウィリアム・ベルの新曲なのかっていう、そこの間、だって俺は今まで MJ として曲を出してきたんだと。今日から俺は MJ やめて、ウィリアム・ベルとして新曲を出すんだっていう。ウィリアム・ベルさん、42歳。うん、違うと。俺は MJ じゃないんだと。MJ のカラカラと破りたいんだと。もう、ミディアムベルとして。もう街歩いてても、ああ、ジャクソンって言われるけど、違うと。俺はベルだと。だって奥さんさえも夜の営み中に、ジャクソンって違うと。おう、ジャクソン、おう、ジャクソンって。なあって。ミディアムベルって。そうね。いや、でも、あれとかもあったやんか。うん、X ジャパンのライブで、CG、うん、フル CG でヒデがおるみたいな。うん、で、もう音出してんのは、ルナシーの杉蔵が、サポートでやってるから音出てんねんけど、同じライブを、そのライブの映像、その現代技術を駆使してな、ヒデを映してみたいなのやってて。いやでも、いや、俺な、そのヒデを CG で再現するは、いやもうこの辺お前なんやねんって言われるかもしれない。なんの、全然話ふらついてるぞって言われるかもしれないけど、それは全然嬉しいと思うね。俺がファンやったら。
ありし日の姿が映るっていうこと？そうやな。だからフィッシュマンズは見られへんけど、フィッシュマンズのライブ行って佐藤さんの映像 CG で 3D でこうなってる。でも声全然違うねんて。まあ、ちょっとボーカル難しいな。ベイビーお前誰やろ、似せろ似せろっていう。長谷川義弘さん42歳いや、わからんけど、俺でもショックやってん、そのマイクロジャクソンの記事は、なんか。まあ、なんや、難しいよな、それなんか。そこに集うなよと。うん、やるのはええけど、うん、嬉しいか、それっていう。まあ、でもあの、世の中にはさ、もう、そんなに似てない、そこまで似てないのに、うん、ビートルズの完コピバンドみたいなのとかだっているやん。おるな。そういうのでライブツアー回ったりしてるやん。してるな。うん、コピペリンとかも全然あるよ。世界ツアーしたりしてんじゃん、なんやったら。そう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 。そういう奴らが、しかも、ほんまにそっくりっていう価値。まあでもその辺はやっぱ難しいよね。まあなんか、美空ひばりのね、なんかね、うん、そのモノマネする人もなんかおんねん。俺この前なんかダウンタウンデラックスで、うんうんうん、でその人が出てて、それ見て初めて知ったんやけど。その人喋んの？普通に喋るで。男やでしかも。ほんでもうそっくりやねん。美空ひばり。で、も美空ひばり風のこういうなんか頭にバーンってつけたような衣装をつけて、ライブをしはんねん。うん。美空ひばり、大根の美空ひばりファンがみんな見に来んねん、やっぱし。うん、あー言うて。それ普段のトークの時も美空ひばりっぽいの？いやいや、それは普通。あー、でも、ひばりっぽく喋るって言ったら喋れんねん。だから MC とかもひばりでやってるんやろ。つったら、なんやったらどうも美空ひばりですって言うてるんやろ、もうずっと、ライブの間。なるほどね。美空ひばりぐらいの、ちょっと、そうに濁点入ってるあ、でもなんかそういう人おるやん、なんか、その、ちょっと名前変えて、あ、いる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 。工藤うるさい、みたいな。なんかおるやんか。うん。の、でもそんなレベルじゃないけどね。この MJ と美空ひばりはそんなレベルじゃない。もうなんか、ほんまにもう、完コピやわ。完コピって思う。で、本人としてファンも来てるもん。なってもなんか。え、美空ひばりってなんて呼ばれてんのよ。お嬢。お嬢、お嬢って言うたらそこでみんな言うてるわけやん。絶対言うてるよ。なんか。すごいな、なんか。それ、ええんかな、俺にはちょっとわからんわ。まぁ、ちょっとミュージシャンの声を聞きたいですね。そうね、だからもう、死んだ後。MJ、しかり、まぁ、美空ひばりしかり。って雨やんか言うてるからいやだからな、うん、なんか死んだすごい好きなミュージシャンって誰かおる、まあ、まあまあだからヌーヤベスでもいいし、ね、レイ・ハラカミでもいいし、そうやな、まあ、フィッシュマンズの佐藤さんでもいいし、そうやな、まあでもヌジャベス・レイ・ハラカミはやっぱでもちょっとちゃうやん、ドラマ作る人だから。だってレイ・ハラカミのそっくりさんがあの機材でレイ・ハラカミの曲再現されても嬉しいか。そうやな、いや、それは違うな、ちゃんとしたパフォーマンス。めっちゃおもろいけどな。レイ・ハラカミでーすっつって、べしゃりおもろいからな、うん、あんな髪型で。そうで、なんか、矢野顕子とかとなんかやってるやろ、めっちゃおもろいよ。いや、それちょっと、わからん。ちょっとわからんな。うん、ちょっと勇気あたり、ご意見番勇気あたりの声をちょっと聞きたいんですけどね。お誕生日